はい、おはようございます。大丈夫そうなんで、山崎だけ飲みました前回。なんで今回は勝ったら拍手ということで。マジでふざけんな。もうこれでもう引くに引けなくなったわ。おかげさまで。どうもありがとうございました。待たせたな。うわー、よかったー。頼む。ようやく飲めるぜ。ありがとうございます。勝ち。4万のトップ何それ、知らないんだけど。こちらの通りでございます。うん、あーあー、これうまこれうめえな。ちょっとね、まだ飲んでないんで、白酒まだ飲んでからなんで、これちょっとじゃあ飲みメインで4マトンプやるんで、ちょっと皮焼いて麻婆茄子取ってきて白酒作っていきます。本日飲みながら麻雀をして、三重名のダブル役満に報酬したのでおいぼんをしますナイスパです。あと本当に今日はどうもありがとうございます。マジでそう、白酒はね、ちょっとね、なかなか手に入りません。配信何時まで、一応このトンプが終わったら終わろうかなって思ってます。その前に麻婆茄子食ってからこのビールを。やれお前、どういう配置ってんだマジで。うん、ああこれ最高だ。麻婆茄子とビール、頭悪い。白州18になりました。7万8000円で。18年の希望小売価格が2万5000円ぐらいだっけ。舐めやがってつって言ってやってください。ビールは知ってるかみんな、ビールってうまいんだぜ。にさしは納金だけど、一応狙ってみるか。うん、今から見始めた人にとってお伝えしておくんですけど、酒をただ飲むのがメインなんで、麻雀はサブコンテンツです。はい。そこのとこご了承の上ご視聴ください。パワーもクソもありません。ツモ番が、切り番が来たらなんか切らないといけないらしいんで、切るだけです。はい。待たせたな。セロリ。ビーシ発生はしたっか。一応メンタンピンあるからな。でも体質的にね、無理ならね、頑張っちゃダメ、そこは。うん、あ、うまっ。何やっとんお前。おい、2マすんなよ。お前4まで2マし始めたらもういよいよ世も末だからな。スーパードライもうまいよ。俺が、まあ、僕はプレモル派なんですけど、スーパードライはね、友達と行った夏祭りで飲んだ時のスーパードライは、もう本当にこの世のものとは思えない味した、マジで。やっぱ雰囲気とか大事なんだよね。大事っていうか、より一層ね、お酒をね、楽しくさせる。いやー、本当にね、いや、ビールはね、美味しいんだよ。あ、キリンだがあるんだ。ありがとうございます。差し子見えてきたわ。3層引いたら熱いんじゃないのこれ。キキビールか。でも俺結構自信あるけどな。キキビール。割と、マジで、その辺のメジャーな。待たせたな。くそほど面白くない転売だな、マジでこれ。取ってダマ。取っ、いや。まあ、取ってダマでいいか。うん。酸素リアスを引いたらローソン来てリースればいい。札幌も好きだよ。なんかもうめんどくせえからリーチしようかな。しかも今リアンソー通ったんだよな。リーチすればよかった今。嘘の中筋ですよつってリーチしようかな。でもね、差し子あるんだよね。しかもリアンソーがねえのか。1枚しか。あー、リーチだ。リーチ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 あ、ビール飲めるようになったらいいですね。中筋どうでもいい、ごめん、サブコンテンツなんで。夜、夏の夜のサッカースタジアムで飲むの、あ、わかる。野球観戦とか、スポーツ観戦とか。そうやべえ、リーチ一発もいいペーコワガガ、勝ち !6000 ウォール。うらうらでもいいぞ。ああ、まあ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 、ご愛嬌。はい、勝ち。あれ、一発ないの？一発あるよね。はい、ありがとうございました。
あったな。札幌ラガー、あ、でもクラシックとか、まあクラシックは誰お前。いや、今の6000オールいいな。あ、そうそう、カーマね、そう。まあそうなんだけど、やっぱね、それでもいいものがあるのよ。飲みメインでマジでさ、もう人の手出し質問切りとか一切見てないけどね。でも俺ワンチャンでも酒入ってた方が強い説結構あるんだよね。え、でもね、そうそうそう、真夏のバーベキュー、そう、バーベキューもね、最高。やっぱり、やっぱ外のロケーションでキンキンに冷えたスーパードライは、あれはね、まじ、犯罪の味するんで、そう、本能のまま、まあ、本能のままに打つのは、だからパワーマージャンじゃないんだよね。そう、別に、だから今日は、でも今は、この、喋んの、お前。この対局は僕、あの、お酒飲むのがメインになってるんで、あの、これは流しです、流し。喋んな。必要最低限の打牌だけして、ツモ番が来たらなんか切らなきゃいけないんで切るだけっていう話です。はい、なんで、あの、打牌内容とかはもう一切もうクソゲーなんでよろしくお願いします。語彙力のかけらもね。あ、何これ、おりおりおり。おりおりおりって。はいや、即決即断だからマジで。即断即決だよマジで。楽しくなってきた。オーラスなの、もうもう一回ぐらいやりたいんだけど、もうちょっと飲みたいわ。やばいやばい、これやばいぞ、明日の仕事に影響出るわ。ノンアルでおすすめなのは、え、なんかね、オールフリーは飲めなくはない。最初の一杯はうまいという感じ。一杯じゃない、一口、それ以降はマジで。夕飯食って風呂入って配信してる。ん？いらないいらない。あ、そうそうそう、なんかジョッキ缶みたいなやつもある。俺それ知らないんだよね。それはあんま興味ない。なんかこういう白州山崎に目をつけることによって、なんかジャパニーズウイスキーにやっぱ興味っていうか、なんか興味が湧いてきて。ジャパニーズでもやっぱさ、美味しいんだよ本当に。まあその日本人に合わせてるかどうかとは別として、マジでね、染みる本当に。なんかうまい、うまいっていうか、さっきもそうだけど、白州を飲んだ時になんかどういう味なんだろうなっていうより先に、なんかはぁみたいな、そういう感じなんだよね。だからなんかもう本当にね、うまいの。デイスレベル5ではないですね、間違いなく。待たせたな。私は高校にいるよ。リーシリーシリーシ、これちゃんとぶっ刺すわ、戦えばいいんだ。特攻。ごめん、実は言うと、ね、もう何も考えたくないだけ。え、でもクラシックは、クラシックはね、俺北海道で寿司屋で結構いい寿司屋でね、喋んな。ロン。結構いい寿司屋でね、喋んな。ロン。しゃー、初めてチャンカー上がったわ。やったー。強っ。シャオラ勝ち。